とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日もタワー来てます。前回、素晴らしいものが出たので、ちょっと調子に乗っちゃってますね。では、今日も3周頑張ってみましょう。それでは、1周目、ボスです。黄金スキルでダイナモがついたので、一応、貯めていってます。あまり意味はないとは思うんだけどね。一応貯めてます。雑魚敵はまあ一撃で倒せると思うので、よし、お前に決めた、一撃で倒す。逃げるなって本当に。よっしゃ、 OK、 雑魚全部いったね。よっしゃ、行くぞ。今回はちょっと多い。今回はダメージを食らわないようにいこう。だからね、こいつの範囲攻撃を最近やたら食らうんで、しっかり避けるようにしていきましょう。で、ゴリさんの時までポーションバリアをね、取っておくように。ドラも回復しそうだね。 OKOK、 いい感じ。ほんと範囲がね、広いからさ、叩きつけってマジで痛いもんね。あぶねえ。しゃあ、ゴリさんどこいる？あ、いた。しゃあ、オッケー。もうあとは余裕だね。雑魚敵が多分あと1回出てくるけども、大丈夫。あぶねえ。しゃあ、終わり。さあ、1周目何が出る？頼むよ。できれば防具がいいんだ。防具、うん、イカか影、どっちか。影の方が嬉しいかな。はい、大外れ。大外れもいいところだ。ベビークロスボウ？いやー、ダメでしょう。多分これの攻撃力になるとそこそこ強いんだろうけどね。でもエンチャントかな。黄金スキルでチェーンがついてるところもあんまり俺好きじゃないんだよな。チェーンあんま好きじゃないんだ。全部いらない。全部いらんよ。まあ一応魂のフィストにしとくか。いらんけどね。2周目来ましたね。だいぶ早くなったよね、クリアしていくのが。ここまでが30分ちょっとで来れるようになってます。うん、最初の頃に比べるとだいぶ早くなったんじゃない。ミスったミスった。うん、今のところは2体同時に愛のメダルにかけるのがベストなんだけども、まあまあ仕方ない。じゃあ、なんかゴーレムをやられずに、いや無理か、無理だわ。うん、なんとか行きたかったけども、ちょっと難しいか。どこだ。よし、オッケー。まあまあダメージをね、受けなければいいんで大丈夫でしょう。ちょっとゴリさん出てくるまでにドラが回復しないかな。いいか。あ、いけるいける、回復する。おぶねえ。しゃあ、オッケー、ゴリさんも倒した。あのゴリさんが出てこない仕様、あれどうなんだろうね。たまに出てこない時があるんだけども、まあ、何かあるんだろうね。あぶねえ、あぶねえ、お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 いおいおい死んだかと思ったぞ。あぶねえ。まあまあ一回も死んでないからよかったんだけどさ。まあクリアですね。なんだ、防具、いい防具頼む。あ、英雄は無限ポーションバリアビルドいけるぞ。ポーションバリアとクールダウンが入ってれば大当たり。まず氷の牙、
微妙。骨、いらない。えい。あー。ポーションバリアはついてはないけど、まあ、クールダウン、火炎と稲妻のフォーカスがついてるんで、まあまあ、ありか。あ、毒フォーカスもついてるから、怒りを使うってのもありだね。あ、いや、でももともと攻撃力プラスがついてないから、それはちょっと微妙か。まあ、武器に、リフレッシュでもつけていけば、そこそこ使えるんじゃない？悪くないよ。うん、悪くない。英雄のアーマーでいきます。それでは3周目。2回やられました。しかも、変なやられ方だったんだよね。23回かなんかで、あそこ落石があるでしょ？あの落石で、もうなんかいつの間にかやられてたみたいな。あれひどいよね。あそこのやられ方はひどい。おい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 、もういって、もういいやろ。さすがに召喚が OK。 あー、ゴーレムちゃんやられた。まあいいか、いけるいける。よっしゃー、やべえ、なんかあと一発もらったら死にそうな気がする。いや、大丈夫大丈夫大丈夫よ。ゴーレムちゃんを呼んでいけばいいか。いやいや、大丈夫ね。死なない。多分ゴリさん出てくる前に、あ、溜まるね。十分溜まる、余裕だわ。あとはトゲで死ななければ OK。 トゲ3発もらわなければ死なないからね。大丈夫でしょう。あぶね、あ、嬉しい。なんて言ってるか全然わからんけど、やばい、なんか動けんくなった。よっしゃー、トゲもうまいこと回避できたし、いけるね。よっしゃー。いや、3周目何が出るかな。2周目そこそこだったもんね。し、前回の動画でもかなりいいのが出てるんで、今ちょうど波が来てると思う。期待できるよ。お願いします。できればイカか影、どっちか。怒りでもいいよ、怒りでもいい。はい、大外れ。大外れもいいところだ。まあまあ2回目がそこそこ当たりだったからいいか。いりません。だがいらないよ、ハイランド。そうね。まあ、回復もついてないし。いやいや、でも全部いらないな。いや、全部いらないぞ、これ。まあ、一応、ハイランド、持っとくか。はい、それでは、3周クリアしました。今日の報酬見てみましょう。まず、魂のフィスト。使いはしないけどね。あ、そうか、黄金か。黄金ならば、お供え物にできないんだよね。いる？まあ、チェーンも、まあ、使いどころだとは思うのよね。敵を集めれないから、火ダメは少なくなる。まあ、時間はかかるけどね、倒すのに。まあ、そして、英雄のアーマー。これはいいよね。これはいい。ポーションの 40% ダウンがついてるから、ポーションバリアが欲しかったけども、まあ、クールダウンの、雷フォーカス、火炎フォーカス、もしくは、雪玉、毒フォーカス、あたりで、使っていけそうだね。怒りと合わせれば良さそう。まあ、ハイランドアックスはこれはいらなかったかな。これはちょっといらなかったわ。はい。ということで、今日も3周やってみました。まあ、そこそこのやつが出たので、まあ、満足です。アドベンチャーハブは、上がったか？いや、上がってないな。もうちょっとだね。はい。
ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。